巻き始めと巻き終わりは20センチメートル伸ばして、エナメル線をフィルムケースに10回巻いてコイルを作ります。巻き始めと巻き終わりのエナメル線をそれぞれコイル部分に3回巻きつけます。エナメル線の両端5センチメートルを紙ヤスリで磨き、エナメルを剥がします。コイルに乾電池と豆電球をつなぎ、コイルに電流が流れることを確認します。伸ばした両方のエナメル線の先端から5センチメートルのところにタコ糸を結び、コイルを吊るせるようにします。タコ糸を机の端にセロハンテープで貼り、コイルを吊るします。コイルにネオジウム磁石を近づけてコイルの様子を観察します。吊るしたコイルのエナメル線の両端をつなげます。コイルにネオジウム磁石を近づけてコイルの様子を観察します。